アムロ風実況ガンダムオンライン実況者のエテポンゲです。よろしくお願いします。はい、今回はですね、この赤いモビルスーツシャーカ、はい、こちらですね、この、ナイチンゲールという、やつを使っていこうと思います。これ今もうほんとめちゃくちゃガンダムオンラインを壊しにかかってる機体ですね。これもう連邦でやってましても、もうこいつにはもうかないません。はい、もうお手上げですね。まあこいつ何が強いかっていうと、まず、このアーマーチですね。まずアーマーチなんですけど、これもう本当にアイテムとか使ってね、もう本当1万めっちゃ高くなるんですよこれで。なおかつこのサイコフレーム強振がありまして、このさ、こっちだったかもしれません。ナイチンゲール用特殊カスタマイズ修理パック以外の非リペア時アーマーとシールド、回復上昇、機体本体への非ダメージ 1.5 減少など、シールド大破性抑制 とかですね。これアクションキーをゲージが溜まりましたら、アクションキーを押すことによって全回復できます。全回復できるらしいです。そしてなおかつこけないで、これカット 15% カット、さらにもうこの機体性能だけではなく、武器の方もですね、これがまたもう化け物級の武器です。メガビームライフル、これフルオート武器なんですが、一発5600ですね。5600フルで威力改造したら6000ぐらいですね。6000ぐらいになりまして、もうこれがまたもうめちゃくちゃ強いんですよ。これがもう大体のやつはもうこれだけで終わってしまいます。これだけでもう肩がつきますね。で、まあちょっと射程距離の方が短いのがあれなんですが、まあそれを補うかのごとくのアーマーチ、全然前に出てもね問題ありません、こけませんので。なおかつ、そしてこれがキンズ専用武器、マシンキャノンです。マシンキャノン、これは、僕は H を採用していますが、なんと驚愕のロックオン値984、これはもうめちゃめちゃですよ。これもうめちゃめちゃ、もうこれさえ撃っとけばね、もう100% 当たりますんで、 100% で威力が1055で、弾の数が28発なんで、もうこれも3万ですね。これだけで、これだけでもうノーロックで3万です。ノールックで3万ですね、これで。そして緊急時にはこのシールドミサイル F、3発の8000、これも3万ですね。これも3万化け物だな、これマジで化け物ですわ、化け物。こういう機体が今連邦軍を苦しめています。なので今回はこのナイチンゲール3機を使って連邦軍をフルボッコにしていこうと思います。ガンダム、本日のフィールドはテキサスコロニーですね。これワンチャン突いけるかもしれませんね。このナイチンゲールを使いまして、ナイチンゲールは本当バラン非常にそのなんちゅうんですか、早いしバランスもいい機体なので、全然突っ込んでいけますので、これちょっと一機ね、突で一機失うことになるかもしれませんが、これ YAでちょっと突いってみようと思います。伝説のエテポンゲルートを使います。これいけるな、これ本当ナイチンゲールのね、使い方、使い方とかこれそういうのじゃないんで、もうこれ乗っとけばね、勝てますんで。
ぜひこいつの恐ろしさを皆に分かってほしい。エテボンウィリハプティズム、ナイチンゲール出ます。どけ、いい数ですね。ナイチン、もう全員ナイチンゲールでよくないか。もう銀図でも恐ろしい強さを、早いし、もう早いし強いしでかいし、もう最強ですねこいつ。早いし強いしでかいし、ドキたまえ。でまあまあガトリング構えておきましょうか。金図専用武器のね、このガトリング、いきますよ。見つからないで。よし、来た、これは来た。もう突っ込みます。このまま行けるところまで。そしてこの容量、あ、一人来てる。よし、ちょっと緊張してきた。スチームのコントローラーは出すなよ、絶対に。命がけで回収よ。あこれでも届いてしまうという、これでも分かりますか、今のあの感じ、今の感じでもちゃんと殴れるっていう、素晴らしい、なんということでしょう。今の感じでもちゃんと殴れてしまうんですよ、今の感じでも。ちょっとどうしよう、よし、行こう、下行こう。これがナイチンゲールです。まあ、今のは、向かってきたフルバニアンを、まず、ビームライフルで、高火力ビームライフルで倒してから、しっかり準備整えて、ブーストの方をチャージして、ちゃんと殴るべきでしたね。ちょっと今のは僕の経験の浅さゆえに。浅さゆえのやつです。逃げられた。アムロ行きます。僕の経験の浅さゆえに、もうこれ安心感がすごいもん。こいつに乗っているというだけで安心感、安心感の塊ですよこれ。ほんとこれで倒しちゃいますから。はい、こういう感じですね。ほんで帰れますから、こうやって帰れます。強すぎ、うちとしや。強すぎ、うちとしや。ガード強い。死ぬわけにはいかない。まだ打ちた、まだ、ちょっと助けてガード、ガードよし。ちょっと今のも見ていただけましたでしょうか。今のあのリロードミスからのあの三連撃、これもう分かりますかね、この強さ。どんだけ失敗しても、どんだけ雑魚プレイヤーなの、え、どんだけ失敗ミスしたとしても、倒せるんですよこいつならば。今の逆にナイチンゲールじゃない場合はもう返り討ちですね。はい、そして盾もちゃんと回復できます。帰ります、退避させてもらいます。そしてこの緊急起動のこのポーズ、この低い姿勢から解き放たれるこの高火力のパワー。よし、3番はよし、上へ行きますか。いや3番行こう。
多分3番を踏みに来ると思うんで下から行きますね。で銀図の場合はちょっと武器のあれを考えとかないとな。武器の持ちどれをも基本的にあのメインとして活動させるか。やはり基本的にはビーム、このビームライフルを、これこのままさ、これもう取っちゃっていいかもしれないよ。これ4番行くぞ。こっちから行くわ。危ねえ。4番行くぜ。俺に続け。あ、けど待って、4番踏んだのならば、4番踏んだのならば任しといて行きます。こっちから行きます。こっちの方が射程距離は長いので、リロードして、こういうこと。よし、整えろ。ああ、解放。ああ、ちくった。出撃する機体を選択してください。出撃する地点を選択してください。しくった。こうやってナイチンゲールって核持てるんでしょうか。待てー。よし、手伝ってやろうか、この安心感で包み込んでやるよ。僕のナイチンゲール。わあ、行くぞ。とりあえず、ミディア壊しましょうか。そしてこいつはあのレンタル機なんですけど、格闘を持っていますが、ガイ！それはダメ。一回引きます。行きます。強すぎる。退避させてもらいます。このモビルスーツは危険すぎる。うざ。出撃する機体を選択する地点を選択してください。しかしこの悪党ザク、こいつ、待てお前クソ！まだまだ行きますよ。逃がすな。このアクトザクもね、ナイチンゲールみたいなもんですね、こいつも。はい。これ、僕のこのアクトザクは、金設計図のこれアクトザクで、当たり特性の爆風拡大、なので、W を採用しています。プルパップヤン！後ろも気をつけて。よし、行くぞ。やばい、核バレたな今の。ちょっと待って、これ前出たらちょっとダメだ。ナイチンゲールはちょっとやはりコストの面でね、ちょっとコストの面だけ。これ失ってしまう。やめてくれ。これじゃあ、CT。 あー、OKOK、 完璧です。もう知ってましたしね、30秒で。ちゃんと僕コストの
カウント、ずっと取ってるんで、戦いながらコストのカウント取ってるんで、どのタイミングでやられ、いや、どのタイミングでやられたらいいかとか把握してますんで、よし、これは、とりあえず南を襲う。ナイチンゲールやめるなよ。はい、こういうこと。隠れたとしてもね、これがあるんで、この 8000×3、 8000×3 があるんでね、遠くからチクチクとやりやがってくれー。リロ、あ、ちょ、よし、いくぞ。オッケー、溜まった。これをアクションキーでいいんだよな。アクションキーで強振することで回復できますんで。回復。うわあ、しゃ。どこ。舐めやがって。一回引こう。踏まれてるぞ。強すぎる。こいつは危険だ。これは危険だ。このナイチンゲール、危険だ。こいつは危険すぎるぞ。こいつは危険すぎる。モビルスーツだ。これは禁止カードだわ。禁止カード、あのエテポンゲですら簡単にキルが取れてしまう。あのエテポンゲが簡単にキルできるモビルスーツなんてあってはならん。それはそんなのあってはならないぞ。なんていう壊れ武器だ。なんていう言葉にならない。強すぎるとしか言いようがない。もうこれ、あ、格闘欲しかったな。ここ強いなー。これもう強すぎて、そこだ、強すぎて、もうこれ何中毒になりそうだ。ナイチンゲール中毒だわ、これもう完全に。ナイチンゲール、やべ、解放。強いな、マジでこいつ。なんだ、危険すぎる。お疲れ様でした。もうこれ戦略とかもそういうんじゃないですね。これはもう
もう、何がって、もう自分自身がもう一番驚いていますね。はい、一番説得力のあるナイチンゲールだと思いますよ、この動画が。この動画が。やっぱ上手いやつがあのナイチンゲール使って強いのは当たり前。はい。エテポンゲが使ってこれだけの強さを発揮できるという、これはもうナイチンゲールの証明ですね。はい。これは学会に発表できるレベルですね、これは。はい、ってことでね、この、ナイチンゲール、くすぶってるね、あの雑魚ガンオンプレイヤーの人はね、あのゼガヒでも、当ててください、これは。もう、銀図でもいいです、全然。銀図でもよき。金図だったらなおよき。フルマスしたんで。強えな、これは強え。はい、てなわけで今回は実況界1のクソプレイヤー、クソザコナメクジプレイヤーのエテポンゲによるナイチンゲールの証明でした。なんか嫌だな、それは嫌だな。ナイチンゲールの恐ろしい、ナイチンゲールの強さは、僕が一番理解している、はい、ということで今回はナイチンゲール4期編成で、出撃してみたでした。ご視聴ありがとうございました。